どうもこんにちは。お疲れ様です。まひめ大学の特別講義でございます。今ね、コインチェックをちょっと見てるんですけども、その中で、アルトコインで BAT っていうのがあるんですよ。BAT っていうのは、ベーシックアテンショントークンっていうやつなんですけども、今までね、全く私関心を示してなかったんですけども、このコインチェックに搭載されている BAT、これね、アルバイト、こう、扱われてるやつじゃないですか。 つまり一定の信頼があるコインなんですよ。なんせ、このコインチェックの中にね、体の A だすら入っていないのに、BAT っていうのは入ってるんですよね。イーサリウムとか、リップルとか、それからビットコイン、こういうのに並んで、銘柄指定されてるわけですよ。さあ、この BAT の話題をなぜ強化したかというと、もう一つね、ウェブブラウザっていう概念があります。でこれは実際私たちは、あの クロームっていうのをね、グーグルから提供されていて、Mac をお使いの方も、Windows をお使いの方も、結構ね、4割ぐらいの方が、この、クロームを使ってるんじゃないかなと思います。それからね、うん、Bing っていうね、マイクロソフトから提供されている、そういうのもありますしね。それから他にも、Safari とか、Opera とかっていうのがあるかと思います。まあ、こういうふうなウェブブラウザの中で、え実はね、あの、ライオンマークのブレイブっていうのがあるんですよ。 ライイオンの顔の顔マークしたブレイブレってやつねこのブレイブを使って BAT っていう仮想通貨が稼げるわけなんですよなんかこれ自動的ならしいですよでブレイブっていうウェブブラウザを使いながらこう検索とかかけるじゃないですかそこまでは他のブラウザと一緒なんですよでもコインチェックと連動させることによって 自動的に検索するたんびに、そのウェブブラウザ、ブレイブを使うたんびに、BAT がどん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 溜まっていくっていうのね。そんな設定ができるんですよね。まあ、そうなると、これね、あの、検索するたんびにお金が儲かるってことになっちゃうんですよ。なんでそんな仕組みがあり得るのかなとは思ってるんですけども、こういう仕組みらしいです。私たちが普段、Google、Chrome などでこう検索をすると、いろんな広告が出ますよね。その広告の 広告費っていうのはグーグルにすべて言ってるわけですよグーグルにお金を払ってグーグルがじゃあ検索結果の窓に出してあげようっていうふうな契約なんですよねでそれを今度はねこのブレイブってやつはユーザーさん検索かける人にお金を払いますよって感じなんですよねこれなんかね一見そんなことってあり得るのと思ったんですけどもあり得るんですよねだから広告主が ウェブブラウザにお金を払う Google クロームみたいに払うのか b r a ブみたいに検索した人に払うのかっていう違いがあるだけで広告費が払われてるのは Google のクロームも今回の b r a ブも同じなんですよ払い先が変わるだけなんですよねそうなると検索しても1円にもならない、まあ、あの Google クロームを使う人と b r a ブっていうのを使う人とに分かれてくるのかなと思いますよね で問題はどのくらい儲かるかってことなんですけどもこれがね私の資産だと今のところ言うほど儲かんないです本当に数円とか数十円が月間とか年間に入るぐらいっていうふうな資産なんですよねしかししかしですよ希望としてはブレイブっていうウェブブラウザがあんまり有名じゃないからなんですけどもこれが多くの人が使われるようになってくると当然ですけどもこの高校期っていうのもどんどん上がってくるんじゃないかなと思うんですよねまあそう思う方は検索ブラウザを ブレイブに変更してそしてね Google Chrome もしくはサファリから、まあ、脱却していくってことになるのかなと思いますさあどうなっちゃうんですよねこれね、うんまあ、今回はねおやと思ったんでちょっと話題に乗せてみたんですけどもじゃあ実際にブレイブ使うかっていうと、まあ、私別にこの話を知った後も使わないんですよね、うん、だからこれが今までの習慣はなかなか変わらないってことの一つなのかなと 思っております今回ね、真姫大学の奈美さんからは、コンフォートゾーンっていうね、そんなテーマで送られてきました。要するに、自分の居心地のいい場所からは、当然ですよ、人は動かないってことなんですよ。うんまあ、ですんでね、Google、Chrome で言ってみればもう慣れちゃうと、うん、まあ、多少のフィーが入るとは言ってもね、じゃあ、ブレイブに移るかっていうと、本当なんか人って移りにくいんだなと、私でも実感してますね。 で今回は以上でございますこのね BAT という仮想通貨が稼げるのは実際本当なんでねブレイブっていうウェブブラウザーまあ興味持っているのも一興かもしれませんね。えそれれでではお疲れ様です